浅間型装甲巡洋艦は、大日本帝国海軍が日露戦争前にイギリスから購入した最初の走行巡洋艦。本艦は66艦隊の走行巡洋艦の第1期拡張計画第3期で整備された艦である。なお、本級は同計画時にアームストロング社で建造中であった輸出用一等巡洋艦を急遽購入したために、 建造計画で最も若いグループなのに66、艦隊の中で最も春光年が古い艦になった。本級の武装、装甲の配置を示した図船隊形状は典型的な平甲板型船体であり、両派性を良くするために還元を高く取られている。艦首には未だ昇格がついている。手法は新設計の 20.3cm 砲を 大煙筒型の連装砲塔にまとめ、一番主砲塔、司令塔を組み込んだ、相打環境、単足の前ほばしら、等間隔に並んだ二本煙突の両脇に太い、通風塔が三本ずつ、計六本立つ。その後ろに関西帝置き場、ボートクレーンの基部を兼ねる単足の水、二番主砲塔の順である。百九十五年型五点二センチメートル砲は、約も、 アズマの12機に対して、原則中央部に1機追加され、片減7機計14機になった。他には、水雷艇対策に、艦首艦尾と上艦パンに、8センチメートル単装速射砲が12機、47ミリメートル砲は15.2センチメートル複砲が、増えた代償に、単装8機と減少している。本級の手法の断面図。本級の手法は、新設計の、 20.3cm 砲である。これを楕円筒型の連装砲塔に収めた。この砲塔は左右150度に旋回でき、行角30度、深く5度であった。重量 113kg の砲弾を毎分2発の間隔で発射できた。射程は行角30度で 18000m である。副砲は1895年型 15.2cm 砲。 を採用し、この方は、毎分5発を発射できたが、熟練した兵ならば7発が可能であった。45.4kg の砲弾を不行角度は、行角20度、深く5度で、行角20度で9 1 4 0メートルの射程を、持っていた。他に、ビッカーズ社の、1894年型8センチメートル炭素速射砲を、炭素砲がで12機、47mm、 単装速射砲を発揮、45.7センチメートル、魚雷発射管を単装で監視部水上に1機、原速部水中に4機を装備した。ボイラーは、石炭線焼円管を12個。これに、直立型三段膨張式4機等レシプロ機関2機に軸推進とし、出力 18000hp、速力21.5ノットを発揮した。 航続距離は石炭1409トンで速力10ノットで7000回りと燃焼効率の低い円管を補うために石炭搭載量が多かった。当初は戦艦6隻、装甲巡洋艦4隻の64艦隊の予定であったがロシア艦隊の造成からイギリスから本級ら2隻を購入した結果66艦隊となった。購入時には 戦隊の建造がだいぶ進んでいたが、武装を日本式に変更することができた。浅間は明治33年から41年まで連続して、艦艦式のお召し艦に選ばれ、これは日本海軍では最高記録である。本艦ら66艦隊の総甲巡洋艦は、日露戦争での戦闘だけではなく、大正から昭和にかけて練習艦隊を編成し、 生位候補生の沿用公開に従事した。ありがとうございます。